タム、ベビータム、こんにちは。あれ、タム具合悪そうだね。ひどい風邪ひいちゃったの？困ったね。でもお客さんが外で待ってるよ。こんな時はどうしようか。そうだね、ベビータム、カーパトロールに電話してみよう。きっと助けてくれるよ。みんな、トムがガレージで困ってるんだよ。具合が悪いんだけど、お客さんが待ってるんだ。助けてあげられる？ありがとう。さあ行こう。トム、風の時は冷えたらいけないから中に入ってようよ。あとはカーパトロールに任せよ。そうだね、マット。ヘクター、病院へ行ってトムのためにアンバーを呼んできてくれる？さて、みんなのメカニックのスキルを見せてもらおうね。マーリー、今日はどうしたの？そうだね、バンパーのへこみ痛そうだね。でもカーパトロールが直してくれるよ。あらば。そうだね、フランク、マーリーは随分汚いね。まずは洗ってあげようか。いいね。さあ、ランジャーを使ってへこみを直そう。フランク、上手だね。マーリーは修理完了だよ。さあ、次のお客さんは誰かな？ジェリーは今日はどうしたの？ああ、タイヤのパンク？大丈夫、カーパトロールが直してくれるよ。いいね、まずはパンクしたタイヤを外そう。おっと、ボルトが落ちちゃった。フランク、見える？そうだね、マット。これでボルトを見つけられるね。あったよ。さあ、新しいタイヤをつけよう。次のお客さんも修理完了だよ。ジェリー、またね。さあ、これで修理は完了だね。ヘクターも一仕事してきてくれたみたい。トム、アンバーが来てくれたよ。カーパトロール、どうもありがとう。チームで協力するといろんなことができるね。バイバイ。アンバーもありがとう。
みんなまたね、うん、バイバイ。みんなこんにちは。どうしたの？授業受けないの？ベビージェレミーがいなくなっちゃったの？大変。どこに行ったのかな？カーパトロールに見つけてもらおう。誰かカーパトロールを呼んできてくれる？みんな、ベビージェリーが授業中いなくなっちゃったんだ。探してくれる？どこへ探しに行く？お父さんのジェリーに聞きに行くの？そうだね。マット、スピードブースターを使ってジェリーに追いつこう。ジェリー？ベビージェリーが見当たらないんだ。どこにいるか心当たりがある？公園？そうだね。ベビーたちは公園が好きだもんね。手分けして探そうか。マット、何か見つけた？ヘクターはどう？何か見える？みんな、何か気づいた？誰かベビージェリーを見つけた？マット、虫眼鏡で何か証拠がないか探そうか。バット、まだ何も見つからない？ヘクター、空の上から探してくれる？ベビージェリーはレーストラックにいるんじゃないかって？みんな、ヘクターがレース場でベビージェリーを見かけたみたいだって。探しに行こう。ベビージェレミーがいたよ。そうだよ。学校をサボっちゃったらいけないね。お父さんみたいになりたくて練習してたの？でもまだ学校の時間だよ。さあ、学校へ戻ろう。
おっと、ベビージェレミーはまた逃げちゃった。探しに行こう。学校へ連れ戻らないと。頑張ってね。結構足が速いよ。みんなバイバイ。やあ、キャンプをしてるのかな。ここちょっと怖そうだね。大丈夫だよフランク。ただマットのお腹が鳴ってただけだから。君のお腹もかな。カルロのピザを頼みたいって。いいね。そしたら電話しよっか。カルロ、カーパトロールがピザを頼みたいんだ。配達できるかい？カルロ、気をつけて。カルロ、大丈夫かい？ヘッドライトが壊れちゃってるな。今のでワイヤーが切れちゃったかもね。直しに行かないと。まずピザを届けたいって。でもライトなしの運転は危険だぞ。気をつけてね。怖い話をしてるのかな。呪われた木の車の話だって。あまり怖いことを話してると他のことが考えられなくなっちゃうぞ。なんだなんだ。あれ、呪われた木の車じゃないか。逃げるんだ。とりあえず逃げられたね。でもまさか本当だったなんて。ピザ？ちょっと待って。あれモンスターじゃないぞ。カルロじゃないか。あらば、ははは。
ただピザを届けたかったんだね。パパチン、怖い話をしてたからこうなったのかな。あ、リーダー、カルロが怖い話を知ってるって。海のモンスターについてだって。怖そうだな。まあ楽しんでね。じゃあまたね。カーパトロール。カースティは夜だよ。静かだし、みんな眠ってるね。あれ、アンバー、君のサイレンの音かな？あれ、車の上にサイレンがないよ。カーパトロールを呼ぼう。カーパトロールのみんな、アンバーが困ってるんだ。誰かがサイレンを盗んで近所で騒音を立ててるんだ。素晴らしいアイデアだね、マット。サイレンの後をつければ泥棒を見つけられるね。どっちかな？左？右？ヘクター？マットが音は公園から聞こえるみたいだって。泥棒の音が近くなってるみたいだよ。待って、音が止まっちゃった。公園をチェックしてみよう。泥棒は見当たらないね。ヘクター、マットとフランクは泥棒を見つけられないんだけど、君なら空から見つけられるかもしれない。ヘクター、泥棒だよ。みんなに伝えよう。マット、フランク、ヘクターが泥棒を見つけたよ。逃亡中なんだ。泥棒がマットに気づいたよ。でもフランクに気づかなかったよ。ああ、捕まっちゃった。ああ、いたずら者のタイラーだよ。
証拠を隠して無駄です。タイラ逮捕だよ。あ、アンバーだ。ぴったりのタイミングでサイレンを引き取れるね。マットの言う通りだね。タイラはサイレンがそんなに好きなら警察署までサイレンと一緒で嬉しいはずだね。素晴らしいチームワークだったよ、カーパトロール。泥棒を逮捕してアンバーのサイレンを取り返してくれたね。みんなおやすみ。